いいですね。ありがとうございます。と言いながら、私は武田さんのね、本当の生の演奏会を何回かお邪魔してお聞きしてるんですけどね。シンセサイザーっていうのは本当に昔ね、僕らは富田勲さんの、シンセサイザーで聴いて、それこそ中学校とかね、その辺の時に聴いてた思いがあって、その頃とはもう全くちょっと違うんだろうなっていうか、まあ多分元一緒なんでしょうけどね、やっぱその人の感性がだいぶ反映されてくるから、それをそのままでその何だろう表現できるっていう意味では管楽器と一緒なんじゃないかなっていうか。そうですね、まあ電子楽器であり管楽器というのはアコースティックな自然の楽器だけども、楽器というのはあんまり関係なくて、要するにその演奏している人の心をそれだけが大事なんだろうなという気がします。いや、ありがとうございます。実は本番前まで何を演奏するか決まってなかったんです。で、今そこをどうぞって言ったのは私曲名を知らなかったからなんです。なので、はい、ということで葵さんにも演奏をしていただきました、はい、じゃあこの後ですけど、はい、じゃあいよいよ女性の方を思うんですが、はい、よろしいでしょうか。本日、もう一方の友情出演、ボーカルをお願いしました、大平美希さんに登場していただきたいと思います。どうぞ。どうも、それこそ大平さんも武田さんでもですけど、僕にしてみると本当に陸前高田は機械にお知り合いになった方ばかりなので、もうそれまでも全然面識も何もなかった方々ばかりなんですよね。はい、反応するですね。どうしようかなって。ワンテンポはね、はい、じゃあ曲いっちゃいます。聴いていただいた方が、はい、いいかと思います。曲は、願いという曲で、これもバンド入りませんが、これも陸前高田の方で、演奏してまいりました。で、実は先ほどご入場なさった時にこういうものをお受け取りになったと思います。もう大分の方ポキポキやって光ってらっしゃる方多いと思うんですけど一緒にちょっとこういう風に振っていただけると嬉しいなっていうことで、お配りいたしました。私まだ折ってません。こうやって折ると実は光ります。はい、よく清水高校さんでも何回か使っておられたと思うんですけどね。で、今ここでできました。一曲を通じて、手話を入れて演奏したいと思います。では、武田さん、お茶準備よろしいですか。